様こんにちは、素晴らしい皆様とお目にかかれて本当に嬉しいです。ご一緒に神様を褒めたたえ礼拝できる恵みを心から感謝いたします。ただいま You raise me up、 私を励ましてくださる方、それは取りも直さず神様ですが、その皆を心から褒めたたえました。次はですね、アメージング・グレイス、有名な賛美歌ですね、どなたでもご存知です。これをですね、韓国のアレンジでお届けしたいと思います。アメージング・グレイスは皆様よくご存知の通り、ジョン・ニュートンという人の数奇な運命から生まれた賛美歌です。ニュートンは、奴隷船の船長をしていました。しかしある時船が難破をして、九死に一生を得るという大きな体験をして、彼の霊の目が開かれて人生が180度変えられました。本当に神様の大きな愛、生かされている喜び、そういったものに彼は目が向けられたんですね。そして、作り変えられて後年牧師として活躍しました。韓国の編曲というのは、どうして韓国の編曲かというとですね、アリランのリズムがずっとピアノの伴奏で響きます。ちょっと弾いてみてください。ありがとうございます。私韓国にもよく呼んでいただくわけですが、おじいちゃまやおばあちゃまとお話しすると、必ずあんたアリランって知ってるかいって言われるんですね。でその、アリランを歌いながら、自分たちは悲しい時も辛い時もひもじい時も寒い時も笑って乗り越えてきたんだというふうにおっしゃいます。その韓国の民族のから生まれたアリランのリズムと、そしてアメージンググレースのコラボレーション、お楽しみください。Thank you.
私が、神様の愛に日頃どのように生かしていただいているかという、証しをここでさせていただきます。私はフルート奏者であり、先ほどもご紹介いただきましたが、音楽伝道師をしております。賛美の中に住まわれる、神様の愛を音楽を通して命の風として、各地にお届けする、そういう働きです。でも最初はですね、自分はそんな働きに、召されるなんてみじんも思っていなかったんですね。音楽の世界というのはとても競争率が激しい、切磋琢磨する世界なので、その中でもみくちゃになりながら生きていたわけです。で、33年前に、イースターの早朝に、洗礼を授けていただくことになりました。ということは私は33歳以上ということでございます。それはさておきですね、どうして洗礼を授けていただくに至ったか、大きな理由が3つあります。それはですね、取りも直さずこの私が順風満帆にとても順調にですね、やれば何でもできる、努力すれば何でもできるという人生を怖いものなしでこう歩んできた、その中に開いてしまった大きな3つの穴ぼこ、喪失の穴でした。まず一つ目は、愛する人の別れがありました。その出来事によってですね、自分がそれまではとってもいい人で、とっても人を愛することができる人間だって思い込んでいたんですけれども、誰に頼まれたわけでもない、自分がこの人を一生愛し抜こうと心から願った、たった一人の人すらこう愛し抜けない、非常に自己中心的な、自己愛の強い自分に突き当たりました。いざとなった時に私は自分が変わりたくなくて、相手に全部変わってほしかったんです。愛のない貧しい惨めな自分に突き当たって、私は本当に砕かれました。それが一つ目の洗礼の理由です。二つ目は、経済的な基盤を失うという出来事がありました。父はですね、なかなか良い仕事を残した人間です。皆様が、割れ物を包むときに使ってくださるプチプチのビニールシート、あれを開発した人間です。ですから父が小さい時、私が小さい時ですね、試作品をよく家に持って帰ってきて、私はそれをこうプチ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 潰して遊んだもんですから、多分あれで遊んだ世界の第一号の子供ではないかと、勝手に自負しております。そんな父でございましたけれども、世の中の情勢や諸事情が重なってですね、ある日会社が連鎖倒産をするということになりました。私は突然慣れ親しんだ家を出なくてはならなくなりました。とっさにフルートとなぜか圧力鍋を持って家を出ました。ここ笑っていただくところなんですね、でなんで圧力鍋だったか、それはもうなんか全然わからない、はてななんですね。人間は追い詰められると面白いことをします。この出来事によって私に分かったことは、当然自分のものだと思っていたもの、例えば温かい家庭や慣れ親しんだ家、そして隣近所から受ける社会的な信頼、そういったものがですね、ある日突然失われる、つまり自分のものじゃないんだということでした。それが二つ目の理由です。でもね、若いし圧力鍋もあるので元気で頑張っていけると思っていたんです。ところが今度は病気になりました。大きな手術を受けなくてはならなくなったんです。で、主治医が説明してくださることによると、この手術した後もダメージが残るので、あなたはフルート奏者としてやっていくのは無理かもしれませんよと、主治医から言われた時は本当に目の前が真っ暗になりました。愛する人もいない、経済もゼロです、ゼロどころかマイナスですね、これからっていう時でしたから。そしてでもフルートさえ吹けば何とかなると思っていたのが、フルートも吹けなくなるかもしれない、
何のための人生なんだろう、何のために私は生きてるんだろう。本当にこう死という文字がさーっと頭の中をよぎったのをはっきり覚えています。考えてみますと、当時の私にはとても大事にしている3つのものがありました。いわゆる三種の神器です。それは人を愛するということも含めた能力、そして、経済的な基盤、健康、その3つさえあればですね、自分の人生はもう絶対安泰に渡っていけると信じて疑っていなかったんです。ですからそれらを得るためにものすごく努力もしました。でもどうしたことか、それらはいざとなった時に何の支えにもならないばかりか、あっという間に取り去られてしまうものでした。私はもう何が何だか分からなくなりました。何を目的に生きていけばいいのか、何のために努力すればいいのか、どっちの方向を向いて歩んでいけばいいのか分からなくなってしまったのです。羅針盤を失った船のように航行不能になってしまいました。世の中が変わっても、人が変わっても、自分すら変わっても絶対変わらない真理、そういったものを信じることができなければ自分はもう一歩も歩み出すことができない、そこまで追い詰められていました。そんな時に大学の指導教官が声をかけてくださいました。キリスト品川教会という教会でフルート教室を始めるそうなんだけど、あなた教えに行きませんかと。私は2つ返事で OK しました。経済的にも助かります。でもそれだけではありません。ヨハン・セバスチャン・バッハのような素晴らしい芸術家であり信仰者であるその人たちをですね、輩出してきたキリスト教の教会というところが一体どんなところなのか、昔からとても興味があったからです。で、私はフルートの先生として教会に一歩足を踏み入れることになりました。ある日レッスンしている時にこう壁にですね、教会ですから聖書の言葉が貼ってあります。そこにはですね、神様という方はあなたのその髪の毛の数まで全部ご存知な方だっていうふうに書いてあったんです。ちょっと余談ですけれどもね、私の家の毎朝の洗面所の会話ですが、私がいまして、夫が隣にいます。それで私が、ああもう白髪が増えて嫌になっちゃうって言うとですね、夫が横で、あるだけいいじゃないかって言うんですけれどもね、私はとても夫を愛しておりますね。でも夫のそのあるだけいいじゃないかのその髪の毛の数は知りません。私は自分の髪の毛の数も知りません。でも神様は全部ご存知だ。これはですね、本当に そこまで自分を知って慈しんで愛してくださる方だということですね。当時の私にとってはもう本当に驚きでした。孤独の中でもう一人でこううずくまっているような状態だったので、もうその言葉からこう光がファーッと放たれて自分の心の中に宿ったような、そんな思いがしました。それからだんだん私はもうどん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 神様に引きつけられるようになりました。洗礼を受ける決心が与えられて決心者講座を受けていました。その最中にですね、この十字架の神様イエス・キリストのその贖いということは頭では分かるんですけれども、そのどうもその自分とそのことがどういう関係なのかということがとてもまだはっきりしない状態でした。ある晩にその腰肩を思い涙に暮れていました。自分の自己中心性、人をどうしてもその自己愛の強さのあまり傷つけてしまうこと、そういったことがですね、もう本当に悔やまれて涙に暮れていた時に、ふっとその十字架を見た時にですね、あそこにかかってなくてはいけなかったのは私だったんだということがはっと迫ってきました。イエス様は私に代わってあの十字架の上で罪、私の罪と一緒に滅んでくださって、
そしてそこから死からまた復活してくださって、その復活の命の中に私自身を入れてくださって、新しく生きていきなさい、新しい命の中で生きなさいと言ってくださっている方なんだということが、本当にこう目が開かれる思いで、本当に喜びに満たされました。そして33年前のイースターの早朝5時半の礼拝に洗礼を授けていただくことになったのです。昇る朝日が美しくて、本当に涙が止まらなかったことを昨日のことのように覚えております。33年の間にはいろんなことがありました。本当に、父が死の前に3日前に、洗礼を授けていただいたこと、母が、今から4年前にクリスマスに洗礼を授けていただいたこと、今家族も息子や夫が洗礼を待っている状態ですね。本当に神様がなさることっていうのは不思議で素晴らしいと思います。私は先ほども申し上げましたけれども、非常に競争率の激しい、世界で生きてきましたので、もしかすると音楽は大好きでしたけれども、若い頃は、洗礼を受ける前はですね、自分の才能がどれぐらいあるか、どれぐらい他の人と比べて上手か、ね、そういうところでこうフルートを吹いている部分もあったかもしれません。でもこの33年の間にすっかり作り変えられて、賛美の中に住まわれる神様の素晴らしい愛を音楽を通して、世界の隅々までその命の風を吹いていただくためにですね、働く音楽伝道という証明をいただいて日々、使わされているわけです。遠いところではケニア、ケニアにはですね、コイノニア教育センターという学校がナイロビにあります。それはスラムの子どもたちの学校です。ある時にですね、スラムの子どもたちのが思春期になってきて、音楽でやっぱりその心を養うことがとても必要だと言われて、私はまあ呼ばれて行ったわけですね。それで中古のフルートをたくさん山のように集めて、ゴロ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 引っ張っていきました。途中で税関に引っかかってですね、密輸業者だろうって言われて、違います、もうすごい抵抗してですね、大変な思いをしながら、やっとナイロビにたどり着きました。そこで待っていた子どもたちは本当に素晴らしい子どもたちでした。子どもたちはですね、毎日サバイバルなんですね。ご飯が食べられない。そして、この子どもたちを取り巻く環境は、本当に悲惨です。病気があり、貧困があり、育児放棄がありですね、お父さんとお母さんがしょっちゅう別れたりくっついたりしているので、家庭もね、安定しません。そして、物乞いに生かされたり、自分もちっちゃいのにもっとちっちゃい子の子守りをずっとさせられたり、性的な虐待があったり、本当に、厳しい状況なんです。でもその中でも彼らは真っ白な歯を見せて笑っている、人生にイエスと言っていました。どうしてなんだろう。だってスラムに生まれたら一生スラムです。そこから抜け出せないんです。どうして彼らが笑っていられるんだろう。それはですね、コイノニア教育センターではイエス・キリストをのそのクリスチャニティの教育がなされているんです。だから彼らは、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという神様を知っているんです。だから自分は本当にこの世のたった一人のかけがえのない神様の子供なんだということを信じて、彼らは一生懸命勉強し、また体を鍛えていました。スラムという荒野にポポポポポポポッと彼らがチューリップのように咲き始めていて、スラムという荒野をイエス・キリストのリーダーとして、イエス・キリストにあるリーダーとしてですね、彼らが中から作り変えていこうとしている、そんな不思議な素晴らしいことが始まっている、そんな風景でした。
私は子どもたちの中に生きておられる神様、そして先生方の中に生きてられる神様に改めて出会わされました。でもですね、ケニアは遠いです。いつもそこにいて何かをするというのがとてもできないので、日本に帰ってきてからも何かできることはないか考えました。友のために命を捨てること、それ以上に大きな愛はないという聖書の言葉がありますけれども、私は彼らのために命を捨てることはできないと思いました。でも命の一部である時間やお金は捧げることができると思いました。そして全国展開で、チャリティーコンサートを立ち上げて、彼ら の学校、新しい校舎を建てるための基金を集める、そういう活動を始めて、そして10年になります。で、今だんだん校舎が立ち上がっているところなんですけれども、その働きを通じて今度はハンガーゼロの親善大使という働きもいただいて、そして今世界中の子どもたちの飢餓や、また霊的な飢餓ですね、お腹がすく方の飢餓だけじゃなくて、霊の飢餓、心 の魂の飢餓というものも本当に深刻な問題なので、そのために音楽を通して働かせていただいています。フルートは風を起こす楽器なんです。星野富弘さんのコスモスという詩をご存知でしょうか。風は目に見えない、でも木に吹けば緑の風になり、花に吹けば花の風になる。今私を通り過ぎていった風は一体どんな風になったのだろう。この詩がですね、私はもう若い頃からずっと心の深くに響いていました。今私を通り過ぎていった風はどんな風になったのだろう。これは一生の宿題ですね。私のフルートの頭の部分、リッププレートのところにはプネウマと彫ってあります。プネウマというのは精霊の風という意味です。精霊の風をのために以外はフルートは吹かない、そういう決意を込めて彫刻していただきました。本当に小さなものではありますけれども、神様からのこの素晴らしい恵み、そして愛の中で本当に愛されているこの喜び、感謝を持って素晴らしい神様を心から褒めたたえ、そして命のある限りそれをお伝えするために働かせていただきたいと心から願っています。心の
近くで歌ったので喉の奥が見えたかもしれません。すみません、それでは最後の曲です。安けさは川のごとくという賛美歌です。この賛美歌はですね、スパフォードというアメリカの実業家の、によって歌詞が作られました。皆様ご存知ですか？スパフォードはとても事業に成功した人で、恵まれた人生を歩んでいました。しかし1870年頃からスパフォードの人生にいろいろな出来事が起こります。まず何人かいた子供のうちの一人が天に召されました。またシカゴの大火で家財のほとんどが焼失してしまいました。でも家族元気でいればなんとかなると心機一転、ヨーロッパ旅行を計画しました。船に乗ってまさに出発しようとしたその時に、スパフォードに急な仕事の連絡が入りました。スパフォードはやむなく、先に行ってなさい、後から追いかけるからねと言って家族を送り出しました。その家族が乗った船がイギリスの汽船と衝突してあっという間に沈没してしまいました。多くの方が亡くなりました。スパフォードの娘さん4人も亡くなりました。奇跡的に助かった奥様を迎えに、スパフォードは船で急いで、追いかけました。海峡を差し掛かった時に船長がやってきて教えてくれました。この辺りで娘さん4人は亡くなりました。その時にスパフォードの胸に去来した思いはどのようなものだったでしょうか。悲しみ、嘆き、憤り、もしかしたら怒りもあったかもしれません。でもそれとは全く別にある思いがスパフォードの胸の奥からひた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 と満ちてきたのです。それは神様が共にいてくださるから大丈夫という不思議な平安でした。娘4人も神様が御手に取ってくださったから大丈夫、自分たち夫婦もこれから大変だけれども神様が共に歩んでくださるから大丈夫、その平安が彼の胸を満たし溢れさせました。その時に作られたのがこの賛美歌の歌詞です。一節だけお読みいたします。安けさは川のごとく心浸す時、悲しみは波のごとく我が胸満たす時、すべて安し御神共にませば、